どうも皆さんこんにちは、リコルンです。ということでね、今ちょうどロイヤル大会が終わったんですよ、今月の。なんですけど、まあ本赤はねちょっとね全然序盤で散っちゃったんですけど、サブ赤がね見てください、23勝と、いやー結構高かったね。これで多分最多勝利数は更新したって感じ。いや結構仕上がってる。行ったのはあれでしたね、ラバスキキン。そうで、さっき配信してて、まあね、今ちょっとね仕上がってるってことで、ちょっとね数字から落ちちゃったんですよ。ちょっと沼って落ちちゃったんですけど、ここからねトロ上げをやっていきたいと思います。よもやよもやクラロワだ、リコルリコルトロ上げだ。さあということでやってまいりました。よろしくといったところなんですけど、これほぼこのタイミングで間に合うか。間に合った。さあ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 、ということでさあ初手からいきなりウォールブレーカー。さあ配信リクエストありがとう。おっとミスったよ。このメガゴはマジでミスということなんですけど、まあ、これは墓石かな。最近ね、気づいちゃったことがあるんですよ。それ何かっていうと、まあ、動揺のことに関してなんですよ。動揺かな、あれ動揺だと思うんだけど、うろたえてる方の動揺じゃないよ。そうなんだけど、このリガーよくねえな、射抜かれるわ。あでも逆に前に出したことによりみたいな。うわマジそれやべえな。まあまあただ、いやしっかり、いやトルネで座れる、射抜かれている、いてててててまあまあまあ、まあ、序盤は耐えかな。そうなんですけど、鬼のパンツっていう歌があるじゃないですか。鬼のパンツはいいパンツってやつがあるじゃないですか。さあ、あれのことに関してなんですよ。さあ、で、そうなんだけど、まあ、なんだろう。誰もが知ってる歌だよね。よいしょ。まあ、今微妙だったな。誰もが知ってる歌だと思うんだけど、あれ、鬼って、どんなイメージあります？もうなんか屈強な男みたいな、それこそスケキンのね、今持ってるスケキンの棒みたいなやつ持ってて、でやれるよねあれ。そう持って、でまあ屈強ですよあれ、無視でない。そうなんですけど、やつらパンツなんですよ。歌にもある通りパンツを履いてるのよ。それがどういうことか、やつらは楽器なんですよ、鬼だけにね。いやーマジアチャの延命がいいな。いやーこれはまずいね。どうするかね。あ、オッケーオッケーオッケー。で、悔やなめ打って。痛いけど。いや、怪しい。怪しい。うまいな、相手。やばい、これ。終わったな。いや、頑張れ。頑張れ。おお、危ない。さあ、これどうしよう。ただ今あれ切ってる。そっか。いや、あとディガーウォールブレーカーでやられちゃいそう。いや、でもこれターゲット取ってる。これは熱いな。これ逆サイにスケキン行ってあげて、からの、で、矢の雨まで打つ。いや、ただいいファイボではあるけど、いやー。これもファイボで GG だわ。クラロワに関しては俺もガキだったな。うお、めっちゃ強い人だったこの人。さあということで2戦目です。いやーきつかったね。ファイボどうだろうね。いやでもそんなに悪くないと思うけどな。さあまずは墓石から置いとこうかな。お、こっち側に置いとこう。そしたら
そうそうそう、だからね、そう、この発見をしちゃってからマジでうーわーと思って、まあ、発見は大事ですよ皆さん、発見は大事だからね、まあこの動画で俺のチャンネルを発見してくれた人もぜひともね、この発見を機にチャンネル登録をしていただけると、嬉しいですと、言ったところで無理やり感あった、どう、ファイブを切ったね、どうするかな、これは、いや、これで湯の明けをだいぶファイブも使ってエリー使ってると思うから、次のあれに、これでもあれだな、はい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 、これ矢の雨打って一発殴れよ、 OK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 、 あれは後からファイブとかかな、これディガーで受けるか、だいぶあれも入るからね、言うて、はい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 、パピー2体残るの熱い、さあさあ、いいダメージ交換なんじゃない、鉄火セミナー、まああれなんだろうね、すごいセミナークランがもうセミナーみたいなもんなんだろうな、あーこれはマスケキンかな、今ちょっと墓石を置く反射神経がなかった俺に、ジジイでした、ジジイ、ガキじゃなくてね、ファイブ切ったな、一発でかい、おおなるほど、さあまあこれはホバが、これ行こうか、いやー利益受けんだ、オッケー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 、今言葉になってなかった説あるけど、なあそれはいいんだよな、おお、えファイブまでは美味しい、これはリガープラスのこれ延命が来るだろうから矢の雨まで打つ、さあエレキにも当たり、いい矢の雨、さあ一本まずは折っていく、さあまあこれね、鉄鋼に関しては俺がちょっと若干苦手とはしてるんだけど、まあ相性悪くない、これ一回スキル打ってあそこで足止めして OK で、ここで墓石、さあマジアチョもいなくなった、これはファイボが来る、まあここはもうしっかりもうゴリゴリに守ってあげて、なんなら後ろに釣っちゃう、 OK、 さあ OK、 GG でしょう、次の試合行きましょうよ、さあよろしく、なんかちょっとエッチな名前じゃない、ウィルソンの前なんかちょっとあんま読まないけど、ちょっとエッチな名前だよね、そんなことしたらもう良くないよ、さあ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 、まずはマイヤーの雨からって言って、陸行きが欲しかったね、さあ OK、これで、まあ、墓石かな。ダクプリか。ダクプリ、ちょっと前にね、強化ってか、あの、なんだっけ、あの、レベルアップみたいなやつ来てたから、まあ、ちょっと多くなったのかなってイメージあったけど、でも今あれか、ダクプリが入ってるやつは、ジャイスキラぐらいか。ジャイスキラとかが、結構前はね、なんか、ガゴ型のペッカとかに入ってたようなあれだけど、なんだろうな、わかんないな。エレキ、ヤナアメ。これ、ハゲ取っていっちゃおっかな、ヤナアメ切ってファイボヤナアメとかなんかな、違うな、うん、ちょっと分かんないけど、対空2枚出てきたんで、おそらくもう対空はいないと思うけど、いるんかい、さあま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 あ、ここは一回、まあスキキンでいいかな、あそれやば、いやー全然わかんない、いやしかもマスケも入る、いてててて、ていやーやばすぎ、やばすぎだって、ミスったなー、あそこのスケドラ追加ちょっとやっちまったな俺、なんでコウモリに何かが反応しちまったよ、あーうちゃ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 う、ここから勝っていけるかどうか、さあまあ逆サイかな、逆サイ行ってあげて、スケキンもいんのか、マジでわかんない、まあホバ追加して、これさワンチャンも、あースケドラまで行くか、ここはこれがこう、これはこれ拾われないと思うんだよな、
やー、そっか、ヤナミあんのか。ずるい。ずるい。待って。やだ。どうするかな。これもう、レリック切って。やーうち。終わったくせえ。カッツ名前のやつがすごかったね。焦点が。焦点しまったよ。いやー、ということで。いやー、これなー、ババはちょっと怪しいぞ。エリゴラーの香りがする。どうだろう。いや、なめつか。いやー、エリゴラーですね。いやー、これエリゴラー結構きついんだよな。これつけてくんのかな。くぃー、激そう。まあ、ただ今回はコバが、コバは絶対生かしたいな。マジでライドラさえやれれば。痛いって。これでエリアド取れてないってのがえぐいよな、本当に。いや、なかなかね、スケキンと墓石とあれあってっていう、まあちょっとやっぱ厳しいんかな。どうだろう、これスケキン合わせちゃったけど、どうなんだろう。初手のしかもヒーラーいないエリゴレであれだけ削られるからね、なかなかすごいよ。さあ、いやでもライドラ出てきたの美味しいな。これ後から防衛でどれだけ守れるかだね。これはこれどれだけ守れるかな。いやー、やべえ、これライドラの関連入ってるな。いや、ハゲる、これハゲます、ハゲちゃいます。あ、でもライドラ行ったのは熱い。いや、それ熱い、そのライドラ熱くね、熱い、それマジで熱い。これもうこっち側にホバ追加してゴリゴリで行こう、ゴリゴリで。もう一回ディガ行ってあげて、これ逆サイだったかな、このディガ。いや、逆サイ説あった。ただここエリゴレでしかターゲット取れないと思ったら、あれヒーラーがいるか。あ、でかい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 、熱いです。さあ、しかもデビドラが先行、こうしっかり早めにメガゴでやってあげて。あー、でもこれタワーの滝が、いや、スケキン出して、こうもうラバ行っちゃおっかな。こうこのラバ良くないかな。いや、良くなかったかも。すいません、謝るから許してくんない。謝るからどうにか許してほしい。いや、どうにか許してほしいな。やばいです、非常にやばいです。ヒーラーやれ、ヒーラーやれ。あー、もうダメだ、2ヒーラー来たら終わりよ。もうこれはエリゴレの形です。あー、惜しかったな、ワンチャンあったな。これあそこの最後のラバちょっと生きったね。正直生きりました。ちょっと良くなかったわ。まあまあ、ちょっともうちょい落ち着いてきます、落ち着いて。やべえ、これアーチャーか。これはおまずい、おまずいけど、スケキンにはね、割とね、なかなか、あー、タゲ取れてねえし。あ、いや、まあここもフルムシで、いや、どうする。いや、初手から攻めてきすぎじゃねえ、相手そんなに来る。ナイトプラス5だよ。でもまあエリー的にそんなにアドは取れてないんだろうな。いや、でも割と取れてたくせえな。これ先穴雨かな。いや、スケドラで
こで矢の雨かな。おーおお、スケドラやってくれたのか。じゃあやる必要なかったな。いやこれ、いやいい、これは結構入る。なんならこれホバ追加してもいいな。 LSP ぐらいか。スケドラ生きろ。あーつっ、いやーこれまだ分かんないですね。イーブンですよ、まだ全然イーブン。 OK、 さあ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 、しかもあれですね、あれが折れてる、対角線上に折れてるのも熱い。 OK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 。 そうスケキン、前は縦スケ型で使ってたんですけど、スケキンにしてからこれアーチャー使ったな。まあ、ここはねメガゴだけで OK。 したらまあラバからかな。今あれも使って言ったでしょ、次来てもスケキンで守れるんで。なんでスケキン後ろから出して、でスケドラセパ、ここはやあれだな、打ってメガゴで、ここニラバ行きます。ほっ、そんで矢の雨を打ちたかったけど、ファイブ来た後にもう一回ここ、いやーこれは勝ち確でしょ。でスキル使っちゃって早めにタゲ取られる前に、いやー来た、いやー完璧だったね。 OK。 さあということで今日気持ちよく勝てたんで、ここら辺でね終わりにしようかなと思います。このままねまたトロ上げもね続けていこうと思ってるので、まあトロなんぼかな。さあ6489、まあちょっとね下がっちゃったんですけど、ここからまたねトラ上げしていこうと思うので、ぜひよければね、チャンネル登録の方よろしくお願いしますといったところで、今日はこの辺で失礼します。お疲れ様でした。じゃあな。